皆さんこんにちは。今回はこちらのブーデー男の前からお送りいたします。今回、紹介いたしますのはこの画像を見てほしいんですけど、この画像でなんかちょっと異変に気づいた方はいますでしょうか。この画面のね、右ステータスを見てほしいんですけど、ディフェンスがマイナス555ってなってるんですよ。これどういうことっていう感じなんですけど、まあこれがどういうことかというとですね、こちら装備しているアビリティ4つに注目してほしいんですけど、この4つのアビリティには特徴がありまして、ちょっと1枚ずつ見ていきましょうか。この、赤い字ですね、白標4ってやつ、これが、防御力が 30% 低下しって書いてあるんですよ。これが白標4というデメリット効果です。で、次にこちらのパワーライス4見てほしいんですけど、この赤い字、突進損耗1って読むのかな、これも防御力が 30% 低下しって書いてあるんですよ。で、これがさっきのデメリット効果と違う効果名なんですよね。なのでこれらが、同時に発動すると、デメリットが。で、もう一枚見ていきますか。これもまた乱調4という名前の効果で、違う効果なんですよね。ただ防御力が 30% 低下しっていうのがあります。こちらも豪快4という名前で防御力 30% 低下しっていうのがあるんですよ。この4枚が揃うとどうなるか。1枚防御 30% 低下で、4枚で 120% 低下になるんですよ。つまり、防御力が元が 100% あるんですよね。だから防御 100% 低下すると、0% になると。元が 100% っていうのは最初はやっぱ1じゃないですか。そのパーセンテージ的に、こう自分の防御力 100% ある状態で、まあ例えば防御力2倍だったらそこにプラス 100% されていくっていう感じだと思うんですよね、多分だけど。ってことは 120% っていうことは 100% を超過した 20% 分がマイナスになるところ、縦の知識、メニュー、ステータス、武器熟練度って進んで、縦って押すんですよね。で、熟練度スキルを見ていくとですね、縦の知識というものがありまして、すべての武器で有効と。で、防御力が 5% 上昇と。そういう効果があるんで、おそらくですが、マイナス 15% と。で、縦の熟練度スキルを外すと、もしかしたらマイナス値が高くなると。まあ、この画像を見る限り、これ武器装備してるのは斧なので、盾は装備してないんですよね。って考えると、まあ、盾の知識 5% 分はないので、おそらくマイナス 20% 分がこの、マイナス555というところに現れてるのではないかと思います。なんかこのゲームのステータス画面でマイナスっていうのが出たっていうのがすごく驚きでしたね。こういうことあるんだなと思って、ちょっと、なんか伝えてみたくて動画にしました。なんかおもろいですよね。まあ、こんな編成する人まずいないと思うんですけど、ま、こういうことも、まあ、できるというか、こういう遊びができますよっていうのを、お伝えいたしました。本日は、ゴミみてえな釣り竿を提供してくれる、このブーデー男パイセンの前でお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。